なんかさ、この左側おっちゃんが、おっちゃん、おいて何が起きたんじゃ、こっち道塞いでたからここ通るしょ、でお姉さんのお尻見つつ、この扉を開くにはパスワードを入力してください。ネットナビの権利について書かれてるのはグリーンタウン条例第何条、知らんがな。ナビの権利が第何条、全然さっぱりだ、あいつらに聞くか。おい、ちょっと教えてくれよ。ふむふむ。つまみ食いが、違う、つまみ食いの話じゃん。違う、それ前も聞いた。まだ続けてんの、そのしょうもない話。お前か？いやー、来たね。弁護士の卵の集いはいつでも開いてるよ。好きな時に勉強しに来ればいいさ。え、なんだって？ネットナビの権利？確かそれは、グリーンタウン条例第153条に書かれてたと思ったけど、それにしてもさすが勉強熱心だね。153条ね。おい、パスワード分かったぞ。153です。1、3桁など、もうちょっとセキュリティしっかりしとけ。はい、ガチョンと。お通りください。ありがとうございます。そんな調べたらすぐ分かりそうなセキュリティでいいのかな？だいぶ重要施設なのにザルじゃない？セキュリティが。大丈夫ですか？マジで。セキュリティ甘くないですか？これってもしかして、審判の木の根っこか？多分そうだよ。ネット君、審判の木に直接プラグインできるところを探そう。そしたら僕が審判の木を止めてみせる。よし、分かった。あそこしよう。階段しよう。ここを登ると、はい、来た。ここは法廷の中。ってことは、はい、ケンジ負け。お前、ここ来れねえだろ、負け。ケンジさん、ばっかり声かけるな。いやー、ネット君、そんなとこにいたのか。こっそり言っとけ。バレてなんか、攻撃してきたらあれだぞ。一体何をする気だい？審判の木を止める。止める？確かに君の目の前にあるコンパネから、審判の木に直接アクセスすることは可能だ。でもね、ネット君、やめておいた方がいい。その中には僕のナビ、ジャッジマンがいる。それにね、今日はもう一体お客さんが来てるんだ。そのナビは恐ろしく強い。そして何より凶悪だからね。ケンジさん、俺わからないよ。裁判ではあんなかっこよかったのに。まるで正義感の塊だったのに。正義か。そんなものはとうの昔に捨ててしまったよ。そのどうして？そりゃ僕だって昔は悪い奴を残さず牢屋に入れてやるってそう思っていた。でもね、ネット君、いくら捕まえても、犯罪者ってのは一向に減らないんだよ。そう。僕は気づいてしまったんだ。人間がこの地球上に存在する限り、犯罪は決してなくならないんだって、悲しいことに気づいたな。どんな完璧なルールを作ったとしてもね、僕は絶望したよ。そんな時あの組織に出会ったんだ。そして僕は生まれ変わった。完璧に正しい社会が作れないのなら、いっそのこと一度壊してやろうと思ってね。むちゃくちゃだ。そんなの全然理解できないよ。それは君が子供だからだよ。大人になったらきっとわかるさ。でもその前に僕らの組織が世界を作り変えてるだろうけどね。俺、ケンジさんのこと心のどこかで尊敬してた。かっこいいなって。でも分かったよ。それは間違いだった。だから、絶対止めてみせる。俺の手で。行くぜ、6番。プラグイン6番行くぜ。トランスミッション、かっけー。いや、ヒカリくん、かっけーんすよ。こいつ、モテるわ、絶対。6番、なんとかして審判の木の活動を止めてくれ。それで、パパの刑も暴れるお仕置きロボもきっと止まるはず。うん、了解。え？それ。なんだ、声が聞こえる。止まれ。それ以上進むんじゃない。6番、なぜ貴様はそこまで抵抗する？いや、お父さんなんだ、抵抗するんだろ。誰だ、どこにいる？今一度問う、なぜお前はそこまで抵抗する？なぜって決まってるじゃないか。それが僕の正義だからだ。そんな安っぽい理由でムザムザとレリートされに来るとはな。いいだろう、我々は全力でお前を潰す、覚悟しろ。待って、君はもしかして。ダメだ、声が途切れた。今のが多分ケンジさんのナビだろ。それは違うと思う。でもまさか。どうした、6番、今の声に聞き覚えがあるのか？いや、ごめん、ネット君、僕の勘違いだよ、きっと。だってありえないもの。とにかく僕らは急いで審判の木の活動を止めよう。ああ、頼むぜ、ロックマン。動揺が走ってるぜ。私は審判の木を管理するプログラムです。あ、この子は刀かなばっかじゃない、助かる。長い間ここにいたおかげでこんなに滑らかに話すことができます。ああ、ありがたい、めっちゃありがたい。私の話長い。いや、長いのは嫌だな。この電脳世界ではハッキング対策として後戻り禁止法。地面パネルは一度踏むと草が生えて、草の生えたパネルを踏むと法律を破ったとみなされる。はい。このエリアを守る法の番人が現れ、その場で簡易裁判が開かれ、被告には厳しく罰せられてしまう。だいぶだな。ちなみに草パネルですが、1回踏むたびに1回の罪とみなされます。3回踏むと罪を3回犯したことになりますよ。だいぶだな、ここ。罪が重くなれば罰も重くなりますからね。それと、L ボタンを押すと周りを見渡すことができます。見渡すのをやめるときはもう一度 L ボタンです。しっかりと先を見据えながらじっくりと考えながら進むことをお勧めします。はぁ、あ、はぁ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 。手前の道には必ずボタンがあり、そのボタンを全部押すとその扉に、ボタンに対応した扉が開く。ではお気をつけて。まあね、こういうことですよ。こうして、こう踏んで、通れば相手進めると、こういうことですね。おい！ここ
こもなの、ちょっとね。したら、これどっち行っていいんだ、右、あ、どっちでも、どっちでもいいね。これどっちでもいい感じだね。したらこんな感じで行けばいいと。ちょっと赤戻りだけ気をつけて、ガンガン進んでいきたいと思います。さてと、来ましたね。ボスです。ガーネル！あ、いますね。敵に回った男。君は、嘘だろ？久しぶりだな、ロックマン。それに光ネット。いや、アイコン怖えよ。まさかこのような形で相まみえる時が来ようとはな。カーネル。やっぱり、カーネルだったのか。さっきの声も君のものだったんだね。どういうことなんだ、カーネル。どうして君がここに？お前もうすうす感づいているんじゃないか。この場に私がいるということは、この作戦は私の指揮の下で行われているということに他ならない。作戦の指揮だって。光雄一郎を陥れたのは私の指示。そう言っているのだ。一体どうしたって言うんだ、カーネル。君がこんなことするなんて。先ほどお前は言ったな。自分が行動する理由は自らの正義のためだ。俺の行動も似たようなものだ。ただし俺の場合、正義よりもはるかに重く大事な理由を背負っている。その理由のために俺は今こちら側に立っているのだ。立場が違えばいろいろ違うって話ですね。その結果がたとえお前と対立することになっても一向に構わない。悪いことは言わん。ここから去るのだ、ロックマン。なんか一向に構わないまで生きられちゃうとちょっと悲しいよね。ちょっと気にしてるよくらい出してくれよ、なんかそういう感じ。何を言ってるんだ、カーネル。自分が何をやってるのか分かってるの？こんなことが許されるわけがないじゃないか。そうか。やはり抵抗するか。お前の性格を考えればそれもまた当然だろう。いや、こちとら親父が捕まっとるんじゃ、それ抵抗するわ。では仕方あるまい。今より完全にお前を私の敵とみなす。構えろ、ロックマン。待つんだ、カーネル。お前も知っているはずだ。俺は敵には一切容赦はしない。観念しろ。うわ、あらま、自爆っすか、カーネルさん。ん？なんだ今の衝撃は。誰かに切りつけられたような。また気配が近づいてくる。ほら、いつの間にか壊れるよ。まあいいのか、それで。何者だ、どこにいる。ロックマン、一体何が起きてるんだ。凄まじい速度で誰かがカーネルを攻撃してる。この電脳の中にまだナビがいるみたいだ。向こうの方で動きが止まった。私を誘っているのか。いいだろう、何者かは知らんが受けてやる。ジャジマン、ロックマンは貴様に任せた。待て、カーネル。ケンジさんが言ってたお客ってカーネルのことだったのか。カーネルのことも気になるけど、今は目の前の敵に集中するぞ。多分そいつがケンジさんのナビだぜ。戦士族、攻撃力2250だっけ。君がロックマンですね。あなたの相手はこの私です。あなたごとき、カーネルの手を煩わせる必要はありませんからね。ジャッジマン、彼らにたっぷり罰を与えてやろう。ケンジさん、もうやめるんだ、こんなこと。ネット君、君もしつこいね。なんでそこまで抵抗するんだ。いや、だからさ、おかしくない？父親捕まってんだから、それは抵抗するわって。なんでそんな父親のことを考える子供の気持ちがわからんの、こいつらには。君は感じないか？この世界は不完全なんだ。犯罪のない完璧な社会なんて絵空事なんだよ。俺だって犯罪を許せない。でもだからって世界を一度壊してしまおうなんて思わない。俺が犯罪を許せないのは、犯罪のせいで俺の大事な人たちを苦しませたくないからだ。パパやママを苦しませたくない。小次郎やアイリスを苦しませたくない。もうアイリスもう入ってる、このポジションに。だから戦うんだ。メールちゃん？メールちゃん呼ばれてないよ。君はやっぱりまだまだ子供だ。考え方が甘すぎる。甘くたっていい。ケンジさんは今、俺の大事な人を苦しめてる。だから俺はケンジさんと戦う。ロックマン、俺たちの正義を見せてやろう。バトルオペレーション、セット、イン。彼らは重罪だ、ジャッジマン。そのようですね。そのような輩にはきつい罰を与えましょう。いや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 、お前らだからな、悪いの明らかに。じゃあ行きやすか。せっかくだからスラッシュ使うか。スラッシュでスラッシュマンも使って、ダブルシュートとかも使いながら行きましょう。行くぜ、スラッシュマン。スラッシュマン使い方いまいちわかんないんだよね。なんかさ、普通にワイドソードぐらいじゃない？この人。なんかこの後の展開あんのかな？やり方がわかる人がいたら、あ、そういうこと？そういうこと？ため打ちって踏み込み算じゃないのは分かって、やべ、ミスった。分かってる、そういうこと、あ、オッケー。こいつの動きはもう覚えた。ってことは、ため打ちを、これ穴あっても平気なんだよ。こういうことだ。はい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 。あ、くそ、チクった。これ壊せないか。あ、壊せる。オッケー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 。ちょっと分かってきた。ちょっとスラッシュマンの使い方が分かってきた。したらまた正面組んだろうから、ここで痛い。若干タイミング遅れた。
いや踏み込み算の方が強い説あるな俺。もう一回正面来た時にここで行く、オッケー、ナイスカウンターで、次があれか、次が普通に向こうでなんか本出してくるパターンか。したら10回1回かましておいて、あーどうしよう、いやーキャノンで攻めちゃいたい。ここは攻めの一手ですね。10か、この10かのクロスの時ってタメ打ちどうなんの。おっくそ、お前、ま、邪魔、この本、やばいやばいやばい、10が解けた。そっか、ブレイク系だから解け、おいおいおい、まずいぞまずいぞまずいぞ。え、普通にまずいんだが、いけるのかこれは。よよー、おっ、いや、胸ギリギリ助かった。やばかった、ちょっとやばかった普通に。はぁ、なんてことですか、私が負けるなんて。まだまだだな貴様ごとき、余裕とは言えないが強かったぞ十分に。6番、審判の木の活動を止めるんだ、急いで。うん、この木は困ったもんだよ、一度四方を見直した方がいいよ。これだ、緊急停止ボタン。脳みそが木の中にある、怖えな、ちょっと。え、大丈夫、緊急事態のため審判の木の活動を停止します。活動停止って壊れない、大丈夫。え、結構、え、だい、え、そこまでやることも。やったぜ、ロックマン。バカだ。ジャッジマンが負けるなんて。正義は勝つのよ。小学生は強えんだ。お仕置きロボの電気ショックが止まった。じゃあパパもきっと。いや、よかったよかった。パパ死にかけてたもんな。うん。ありがとうよ。お前は初めて見たときあいつかと思ったけど、案の定あいつだったんだよな。知らない方はぜひ楽しみにしておいてください。その後、俺は急いでパパのいるお仕置き部屋に向かった。なんとか間に合ったみたいでパパは無事だったんだ。よかった。でも刑の執行まであと1分を切っていたらしく、かなりギリギリだった。相当だな、それは。相当のサンダードラゴンだな。間に合って本当よかった。それからこの事件の犯人であるケンジさんはというと、特に抵抗することもなく、駆けつけたネットポリスにおとなしく捕まった。なんかちょっと潔いの、ちょっと嫌な感じね。取り調べでは何も喋らず黙秘を続けてるらしい。それと、この事件に大きく関わった審判の木は調査された結果、ケンジさんの手によってかなりの改造が加えられていたことが分かった。あいつすげえな。ちゃんと元に戻すのは相当大変だったみたいだけど、でもなんとか数日後に裁判活動を再開できる。いや、別のシステムにしろよ、もう切り替えて。ちょっとなんかもう、ちょっとなんかダメってなれよ。活動再開後の一番最初の仕事は、何？最初の仕事は？あ、ケンジさんか。元検事、六方悟を有罪にします。あいつみー、はい、罰。つまり検事さんは自分で考えた裁判システムで、自分自身が裁かれることになったんだ。きっと、大人がこれを見たらこんな風に言うんじゃないかな。なんて皮肉なんだ。って。きっと、検事さんは厳しい罰を受けることになるんだろうな。そうそう、何？あと一つ忘れちゃいけないのが、セントラルタウンにも罰を受けなきゃいけない奴が一人。小次郎でしょ。絶対小次郎でしょ、これ。ほら、警備ロボットを隠した罰だ。今日一日そうしてろ。えい、ガンガン体罰あるね。世界進んでるのに体罰だけはなくならないんだね。入るぜ。入道か。はい、入道雲。ちょっとかっこいいやん、お前見た目。なんか中二感ある。あー、顔がダメだ。いた、こんなやつ、そうや。うわ、なんか後ろ姿かっこいいのに前見たら阿久津。ナックルボーラー阿久津、メジャーに出てたやつ。六方のやつがしくじりやがったぜ。ああ、もう少しのところでサイバーシティを支配できるところだったが、六方悟る、しくじったとはいえ最低限度の仕事はやり遂げた。案ずることはない。我々ワールド3の作戦は順調に進んでる。ワールド3来た！それよりも例の作戦は進んでるのか？ああ、もちろんだ。俺を誰だと思ってるんだ。必ず例のプログラムを手に入れてみせるぜ。バレルさんよ。バレルさん、念のため、後でカーネルを送り込む。我がワールド3の野望が実現する日も近い。来るのは勝手だが、カーネルの出番はないぜ。バレルさんが敵になってしまいました。いや、あいつ後ろ姿イケメンなんだけどな。オッケー、じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回から雨が降るそうです。まあ物語も雨が降らないことを祈りながら行きましょう。じゃあよければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。